広島 FM 放送株式会社は、広島県を放送対象地域として、超短波放送をする特定地上機関放送事業者である。略称は、HFM。全国 FM 放送協議会系列。以前は、大阪、福山にも支社があったが合理化により廃止。広島県に本社を置く民間放送局では唯一、東京以外に支社を持たない放送局となった。 企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。出展、2015年時点で、広島東洋カープをはじめとする、松田の創業家関係が大株主になっている。松田創業家は、広島 FM 放送のほか広島松田やアンフィニ、広島など運営している。星印は、松田創業家、広島東洋カープ関連。 1992年3月31日2003年3月31日、広島 FM 本社スタジオ以外のスタジオでは、公開性放送、録音を行っている。広島市南区、南町 HFM 本社第1第3スタジオ、放送終了した、JFN 系列以外の番組現在過去このか、広島市内のショッピングモールなどでも、 頻繁にゲストを招いての公開録音イベントを行っている。開局当時の FM 東京、FM 大阪、FM 愛知、FM 福岡といった先発局や隣県の FM 愛媛など1982年に先行開局した FM 民放局とは異なり、地名の後に FM が入っている。理由として FM 広島の名称登記を 広島 FM 放送関係者以外が取得し、その権利買い取りを拒否した結果とする噂が、当時の雑誌連載に記載されている。開局時の番組だった FM 歌謡春秋では、民放 FM 局では珍しく演歌、歌謡曲系の楽曲も放送されることがあった。24時間放送を開始した時期は1989年4月。B ライン番組の パチャマプレスのネットが先行した臨券の V、エア・フミーより1年遅れで、スーパー FM マガジンは FM 静岡と共に1989年4月の放送開始からフルネットで放送していた。2000年以降使用されているロゴマークは、広島出身のミュージシャン、奥田民生の手によるものである。ちなみに、奥田民生はかつて、小田静江と広島 FM 放送で番組を持っていた。 ことがある。2000年まで番組の題名、イベントの題名には、コールサインのジョグを用いていたものがいくつもあったなど、が、前述のロゴマークを用いるようになって、以降は一気に姿を消し、HFM に変わっていった。現在はなくなったが、かつて、広島、マイシティなどの夕方のワイド番組の中で、盗難車情報というコーナーがあった。2005年12月30日シニアには、 広島テレビ放送と同時放送の特別番組 HFMTV 広島テレビ FM を放送した大久保刺激の旧ジラジ内のコーナー大久保刺激の旧ジラジテレビには広島ホームテレビのアナウンサーやホームシスターズが週替わりで生出演している毎年3月下旬にいただきますの本広島 FM 食育ハンドブックという冊子を発行 広島県内の小学3年生全員に無料で配られている。毎年12月頃に HFM スケジュールノートを発行。広島東洋カープとのコラボデザインで人気が高い。広島 FM 本社や広島県内のフレスタ各店で配布されているが、初日で在庫がなくなることも多い。ありがとうございます。